はい、どうもこんばんは、時の彩りです。今日は解説っていうよりも、この絵は伊勢海老と豚さんを描いてるだけなので、あんまり解説する必要がないかなと思いまして、今日はSNS と絵についての話を、短い時間ですけどしていきたいと思います。僕もですね、インスタグラムとツイッターをやってまして、そこで絵の紹介だったりとか告知をしてるわけですけれども、この SNS はですね、もう自分の名前を覚えてもらうとか、あとはこういう絵を描いてますよっていう紹介をするっていうぐらいの気持ちで、やるのがですね、僕個人的には一番ベストだと思ってまして、その SNS の反応にとらわれすぎると、あんまり良くないんじゃないかなと思ってます。反応が少ないから自分はダメなんじゃないかな、自分の絵は認められてないんじゃないかなとかっていう感覚に陥ってる方がもしいらっしゃいましたら、それはですね、 SNS での反応の数とそこでの評価と、実際に展示会に出した時に得られる評価とか、あとはそこが絵が売れるとかですね、そういうことは全く関係のないことになります。 SNS と、現実の世界ってあれですけど、実際展示した時の反応っていうのは一緒じゃないです。だから極端に言うとですね、絵とかって一人の心に刺さればその絵は売れます。で、評価ももちろん得られます。ただ SNS での拡散、すごい拡散されるものとか、すごい反応が多いものっていうのは、もちろん素敵な絵を描いた時もそうかもしれませんけど、分かりやすい絵の場合もあるんですね。誰が見ても分かるっていう場合で拡散されたり評価されることがありますので、自分が描きたいものと、SNS でこういうのあげたらこっちの方がすごい評価されたなとかって、自分はこっちを求められてるのかなとかっていうのは一切思わなくてもいいです。もうそれはもう全く関係ないです。だから本当にですね、とらわれすぎないっていうことが大切で、本当に簡単に言うと気楽にやろうっていうようなことなんですけれども、多少のですね、そういう拡散してもらったりとか、反応してもらうっていうのはとてもね、嬉しいことで、見てもらうっていうことはとても大切なことなんですが、それによって自分の画風がどうなのかとかっていうのは悩む必要は全くないです。もう悩まなくていい、そんなことでっていうことです。で、今日はですね、もっともっと喋りたいんです、このことについては。でもね、あんまり時間がないんで、この辺にして、また機会があればちょっと長めにですね、こういうのも話していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。で、またね、今日この後、元のスピードのストップモーション動画を流して終わりにしますので、最後まで見ていってください。それでは今日一日お疲れ様でした。おやすみなさい。終わらんかな。まだかな。